県内で最も早いスキー場開きへ。軽井沢町では来月のオープンに向けて雪作りが始まりましたが、歴史的残暑の影響が出ています。いつまで長引くのでしょうか。長引く異例の残暑の影響で雪作りは例年より3日ほど早い作業開始となりました。いつもの年よりは1度ぐらい、1度から1度、1.5 度ぐらいですかね、暖かいのかなというふうに思いますけど、少し水分が多い感じではありますけども、はいはい、ここから気温も下がって、雪質もどんどん良くなっていくと思います。軽井沢プリンスホテルスキー場は毎年県内で最も早くオープンするゲレンデとして知られています。今年のオープンは来月1日の予定で、全長400メートルのコースを2つ作ります。今日から2台の増設機を24時間稼働させ、来週からはさらに6台増やす計画です。ただ雪を作る上で心配されるのが、やはり雨は好まないですよね、はい、それとあと風ですね。暖かい風が雪を溶かしてしまうということがありますので、やはり来週ぐらいからになるかとは思いますが、今日も下がってきて晴れてどんどんこう気温が下がってくれる方がいいと思います。秋雨、そして歴史的残暑はいつまで続くのでしょうか。長野地方気象台によりますと、今月はまだ秋雨前線の影響を受けやすく、まとまった雨となる日もありそうです。さらに気温は平年より高い状態が続き、25度以上の夏日になる日もある見込みです。